さまざまな形で日本人の暮らしを支える海を未来へ引き継ぐための活動、海と日本プロジェクト in 福岡。今回は水族館の知られざるお仕事をご紹介します。福岡市東区にある水族館マリンワールド海の中道。見てください、このクリクリなお目目、笑っているようなお口。こちらはカスミサンショウウオです。マリンワールド海の中道では、昨年4月にカスミサンショウウオの幼体を水族館で預かり、成長を見守りながら飼育し、10月保全エリアに移植しました。この日は成長したカスミサンショウウオの観察会。参加した子どもたちはひっそりと隠れて暮らすカスミサンショウウオを探しています。もしかしたらいるかもしれないから。すごいね。あ、みんな見て、ほら。どこで？遠くから？あ、動いた。つぶさないよね。そのまま置いとこうか。その葉っぱちょっとどけてみて。上の葉っぱどけれそう？あ、どこに？顔が見えた。あ、ほら、これよくわかる？うん、わかる。見えない。どこ？見えるの？あ、いた。うわ。安で。これがカスミサンショウウオです。ちっちゃい。はい。本当だ、尻尾がちょっと黄色くてし。ちっちゃ。あ、見えない。もう一匹いたよ。隠れちゃった。すごい。ねえ、葉っぱの中にいたね。こんなに可愛いカスミサンショウウオ。実は生涯の生息場所が環境汚染や森林伐採、宅地開発などで絶滅が危惧されています。その命を守り、みんなに知ってもらうのも水族館の大切なお仕事。そこでマリンワールド海の中道の中村館長に今回の取り組みについてお話を伺いました。参加していただいた子どもたちには、実際に今日カスミサンショウウオを見つけるということを体験してもらいました。で、見つけるということで、みんな子どもたちは見つからない、見つからないって言いました。その見つからないっていうのは、逆を言えばカスミサンショウたちは隠れて暮らしているということを一つ身をもって体験したと思います。でそこで、落ち葉の下に隠れているカタカスミサンショウを見つけて、でそして手に乗せて、あとは手に乗せる、見つけ出して、触れるということで、一つカスミサンショウの感触というのをみんな自分たちの体験として手のひらに持って帰ってくれたと思います。でそれを体験することで、カスミサンショウに愛おしさや可愛らしさ、興味がすごく今日は湧いたと思います。でそういった可愛らしいとか愛おしさを通して、子どもたちがじゃあ暮らしている環境を大事にしようとか、そういう形でですね、自分たち子どもたちの中にどんどんそういう気持ちが芽生えてくれれば一番いいんじゃないのかなというふうに思います。あんまりね、手で持つとね、やけどしちゃうから、ちょっとだけね。ねえ、ありがとう。どう、かわいい。どこがかわいい？めっちゃかわいい。環境を守っていくために大切なことを教えてもらった子どもたちでした。海と日本。